オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフよしこです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は9月第1週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは9月第1週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。リールでヨーロッパ最大の飲みの市開催、お目当てはムールフリット。8月31日土曜日と9月1日日曜日の2日間、フランス北部の町リールでヨーロッパ最大規模の飲みの市ブラッドリー・ドゥ・リールが開催され、飲みの市期間中に伝統的に食べられるムール貝料理ムールフリットを目当てに200万人を超える人々が訪れました。開催期間中に消費されたムール貝の量はおよそ500トンに及びます。もうすぐ開幕、ラグビーワールドカップフランス代表メンバー決定、悲願の優勝を目指す。9月2日月曜日、フランスラグビー連盟が今月20日に開幕するラグビーワールドカップ2019日本大会の代表メンバー31名を発表しました。準優勝を3度経験しているフランス代表レ・ブルーは、2015年に行われた前回の大会では準々決勝で敗退していますが、今回は悲願の優勝を目指します。バカンスは節約傾向に、この夏はフランス人の850万人が民泊を利用。9月3日火曜日、現地の報道がこの夏フランス人のおよそ850万人が民泊斡旋サイト Airbnb を利用していたと発表しました。そのうち 60% がフランス国内、 40% がスペインやポルトガル、イタリアなどの近隣諸国を選んでいて、バカンスでの出費を抑えようとする傾向が明らかになりました。パリ不動産平均価格、平米1万ユーロ約118万円超え。9月5日木曜日、パリの不動産価格の平均が9月に1平米あたり1万ユーロ約118万円を超えます。パリおよびフランス主要都市では不動産価格の上昇が続いています。ボルドーでブドウの収穫開始、今年の出来は。9月6日金曜日、今年のフランスのブドウの収穫高は全国的には前年割れのようですが、ボルドーワインの産地では500万ヘクトリットルと安定した収穫が見込めそうだと発表されています。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回はリールでヨーロッパ最大の飲みの市開催、お目当てはムールフリットです。8月31日土曜日と9月1日日曜日の2日間、フランス北部の町リールでヨーロッパ最大規模の飲みの市
ブラッドリードリールが開催され、飲みの市期間中に伝統的に食べられるムール貝料理ムールフリットを目当てに200万人を超える人々が訪れました。開催期間中に消費されたムール貝の量はおよそ500トンに及びます。フランス北部に位置するリールでは、毎年9月の最初の日曜日を含む週末の2日間にヨーロッパで最大規模の飲みの市ブラッドリードリールが開催されます。今年は9月1日が日曜日だったため、8月31日の土曜日から2日間開催されました。今からおよそ900年前の1127年には、現在のブラッドリードリールの元となった飲みの市が記録されていて、およそ900年もの間続いているリールの伝統行事です。開催期間中にはムール貝とフライドポテトのセット料理ムールフリットが伝統的に食べられて、洋食レストラン、中華料理店、和食料理店などレストランを問わず、期間中にはほぼすべてのレストランでムールフリットを食べることができます。ブラッドリードリールはフランスで最も多くの人が集まるイベントの一つで、毎年およそ250万人が訪れます。年々人気が高まっていて、現在ではフランス国内やヨーロッパだけでなく、世界中から人々が集まっています。フランス北西部に位置する町レンヌでも、大規模な飲みの市ブラッドリードレンヌが行われていて、フランスで2番目の規模を誇り、およそ40万人が参加していますが、ブラッドリードリールはそのおよそ5倍の参加者が集まり、いかに大規模な飲みの市であるかがわかります。飲みの市の規模としてはヨーロッパ最大を誇ります。販売スタンドの総延長はおよそ 100km に及び、およそ1万人が売り手として参加しています。フランス北部地方からベルギーにかけて、ムール貝とフライドポテトのセット料理ムールフリットが有名ですが、この飲みの市の期間中にはムールフリットを食べることが名物となっています。多くの人々がこのムールフリットを目当てに訪問し、飲みの市期間中にはおよそ500トンに及ぶムール貝が消費されました。また期間中に消費されたフライドポテトの量もおよそ30トンに及びます。開催期間中に消費される膨大な量のムール貝の貝殻をタイルとして生まれ変わらせてリサイクルするユニークな試みが、地元のスタートアップ企業によって行われていることが話題になっています。このスタートアップ企業は過去1年間でおよそ4トンの貝殻を回収して、およそ400平方メートルのムール貝独特の青紫色に輝くタイルにリサイクルしています。今年はさらに多くの貝殻をリサイクルしたいと意欲を見せているとのことです。以前は消費されたムール貝を各レストランが店頭に山積みにして高さを競う光景が有名でしたが、現在は安全上の理由から行われていません。今回はアンサンブル講師の大輔先生にご執筆いただきました。大輔先生、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。À ne pas rater lors de la braderie de Lille, les moules frites. La braderie de Lille, le plus grand marché aux puces d'Europe, s'est tenu du samedi 31 août au dimanche 1er septembre
à Lille, dans le nord de la France. Plus de 2 millions de personnes ont visité le marché aux puces pour le plat de moules traditionnel, les moules frites. La quantité de moules consommées pendant l'événement est d'environ 500 tonnes. La braderie de Lille se déroule tous les ans pendant 2 jours au début de septembre. Cette année, comme le 1er septembre était un dimanche, elle s'est tenue pendant 2 jours à partir du samedi 31 août. L'origine de ce marché aux puces remonte à 1127, il y a environ 900 ans. Pendant l'événement, on mange traditionnellement des moules frites. Celles-ci sont servies dans presque tous les restaurants, y compris les restaurants occidentaux, chinois et japonais. La braderie de Lille est l'un des événements les plus fréquentés en France et attire environ 2,5 millions de personnes chaque année. La popularité augmente d'année en année et les gens viennent maintenant non seulement depuis la France et l'Europe, mais du monde entier. Rennes, ville située dans le nord-ouest de la France, possède un grand marché aux puces appelé la braderie de Rennes, qui est le deuxième plus grand de France, avec environ 400 000 visiteurs. Mais la braderie de Lille attire environ 5 fois plus de visiteurs, c'est dire à quel point il est important. En termes de taille, ce marché aux puces est le plus grand d'Europe. La longueur totale des stands de vente est d'approximativement 100 km et environ 10 000 personnes y participent en tant que vendeurs. Du nord de la France à la Belgique, le plat moules frites, qui est une association de moules et de frites, est très réputé, mais lors de ce marché aux puces, manger des moules frites est une spécialité. De nombreuses personnes viennent pour ce plat et près de 500 tonnes de moules ont été consommées lors du marché aux puces. En outre, à peu près 30 tonnes de frites ont été consommées au cours de cette période. Le sujet à l'heure du jour est qu'une start-up a proposé de recycler l'énorme quantité de coquilles de moules consommées pendant l'événement en carrelage afin de leur donner une deuxième vie. La start-up a collecté pas loin de 4 tonnes de coquilles au cours de la dernière année et les a recyclées pour en faire 400 mètres carrés de carrelage aux reflets bleus et violets caractéristiques des moules. Cette année, ils ont hâte d'en recycler davantage. Dans le passé, chaque restaurant
empiler les moules consommées devant le magasin afin de rivaliser en essayant d'obtenir la plus grande hauteur, ce qui était un spectacle réputé. Cependant, ces dernières années, ce célèbre tas de moules n'a plus lieu pour des raisons de sécurité. セバスチャン先生、ありがとうございました。ヨーロッパ最大規模の蚤の市、ブラッドリー・ドゥ・リール。来年は訪れてみてはいかがでしょうか。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いて、もっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方は、オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容は、ディクテ教科、発音教科、翻訳教科、そして会話教科という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば、自動的に配信されますので、ぜひ、購読するのボタンを押してください。また、オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは、毎週金曜日をめどに、フランス語学習をメインテーマにしている番組、アラカフェットも配信していますので、ぜひ、合わせてご視聴くださいね。そして、この放送を聞いてくださったあなたに、素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前、フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。